ばあちゃんです。今日はですね、豆乳でチーズもどきと豆乳マヨネーズを作ろうと思うの。豆乳ヨーグルトを作ってた時に取っといたやつ。まず豆乳マヨネーズを作ります。こういう瓶の中に入れてガラ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 振ってもいいよ。せっかくこういうの買ったからこれでやるけど、プラスチックでもいいし、このぐらいの容器に入れていって、どんどん。前から私が買ったやつがあるんだけど、それが今見つからないけど、こういうビニールのやつで蓋ができるの。ガンガンやるやつだ。そこに線が引いてあるわけ。ここまで豆乳を入れろ、ここまで酢を入れろとか、それをその通りに入れてってやればいいから、皆さんももし豆乳とかで一回測って線を引いて、そのまま入れてガラ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 って振るとマヨネーズできるよ。これはそれとして、私はこれを使うから、これがねマヨネーズね、割合として豆乳 2.5、 オイル6、酢が1の割合なわけで、で豆乳25でしょ、でオイルを60入れるんだ。こうやってこっち向けた方がいいか。ちょっと私もいろいろ考えるんだよ最近。賢い YouTuber な、賢いっていうか、なんちゅう。そしてだね、マスタードをちっと入れるんだわさ。いいよ、他のなんか塩とか好きに入れて。豆乳を 2.5 入れて、これ例にする。私はオリーブオイルを使うけど、いいよオイルならなんでもいいんじゃないの。とオイルを60入れる、ね、オイル結構入れるんだよ。ビビるぐらい入れるよね。もうちょっとこっちは60だ。それから酢を1、これ難しいぞ。そういう入れ方したらドバチョになる。だから酢を10よね。よし、もうちょっといいよ。それ で酢を10入れたでしょ。このマスタードちっと入れると味がいいよ。で入れなくても大丈夫、どっちでもいいよ。マスタードぼちょっと入れよう私で、塩入れてもいいし入れなくてもいいし、どっちでも。でペッパーとかも入れてもいいし、でこれでただ混ぜるのよ。で私は最近これ買ったから、これ使うね。じゃあいきます。まず引いて取って、あ、こんな見えちゃいけないよね。いろいろ考えなきゃいけない。なんかいろんなものが見えて、でもここも取った方がいいでしょ。だからちょっと待って、こうやっていろんなものが映ってて、でこうしてこれをこう使ってるとこも取りたいじゃん。だから何を、それでなおかつ今度はこうアップにしてみようね。どうこれで、そしてこれまたにゅーってこうやって、でおしゃれに撮る。料理動画の人って片方だけちょこっと撮ったりしてる。ああいうのやってみたい。これでなる？おしゃれじゃないと。この茶碗がいけないよ。おしゃれじゃないと。まあいいわ、しょうがないわな。いやいや、いいよ。もうできてるっちゅうの。これやって面白い。一生やってないよ。もういいな。ほら、もうマヨネーズできただろうが。はい、できたよ。絶対できてる。ほら、これでできてるんだよ。もうこんな内側ものが映ってる。だからでもこのね、周りがもったいないなと思っていつも思うんだけど、どうしたもん。この周りいっぱいついてんだよ。これ一生持ってたい？そういうわけにはいかない。できてるんだけどこの周りがもったいないと思うから、なんかにこれを入れといて、こうやって置いとこう。そしたらまたここに溜まってくるんじゃない。立ってるわ、えらい。ほら見てみ、こうやって立ってる、えらいね。こうやって置いとけばマヨネーズが落ちるんじゃないの。ここの首んとこがちょっと寂しかったから、これ手ぬぐい巻いてみたよ。豆乳マヨネーズとちょっと味見なきゃ。ここ来ちゃうのなった風呂ちゃんとしないとね。シャンシャンしたウリウリばあちゃんなのかね。どうした、もうちょっと後ろ下げた。はい、両方ともできて、この辺映ってない方がいいか。あっち、よいしょよいしょ。あってもいいよね、材料だから。これだけ使ったんだ、あの米粉とね。これ置いといていいでしょ。米粉、これ蓋開けたまま置いとこう。米粉も使う。はい、できた。でもさ、いらあってもなくて、豆乳マヨネーズとチーズもど味見しとこう。もう何本も時間かからんかったよ。だってすぐできた。これちょっと食べてるよ。いいか、これもいらん。あっち行け。豆乳マヨネーズとチーズもどできたよと食べてみるよ。まず今日の味見、こんな感じ。ドロッチョ、これ長いこと持つんで、でこのまま普通のマヨネーズと同じ感覚で使う。だからガラス瓶のいらんやつに入れとけばいい。これも何でもかけて大丈夫。いいよこれ、まあ、このまま食べるもんじゃないからね。今茹でたブロッコリーにかけてよ、食べてみよ。すっごい簡単だ。アレンジして何か入れてもいいよ。コショウ入れなかったけど、コショウとか。だからお塩やってもいいし、何もいいよ。皆さんでお味噌も入れていいかも。ちょっと
お味噌入れてみようかね。ちょっと待って、お味噌あるある。どんぐらいね、小さじ1ぐらいかな。混ぜて混ぜて、これいいと思う。お味噌を小さじ1足すのどう。でまたここに一杯ついて、もうこれでまたこうやっとけば落ちていくだろう。ちょっとこれで今のブロッコリーの形あんまり味変わらんけど、いいやな。お味噌小さじ1入れろ。これでいこう。ちょっとこれで味も浮かんでいいと思う。お味噌小さじ1プラスします。そうしようね。もう一回材料言うよ。だからね、豆乳25、酢10、オイル60で、味噌を小さじ1で、ある人はマスタードとか入れてもいいし、塩を入れてもいいし、味噌入れたら塩入れんでいいな。適当に胡椒入れる人は胡椒入れてもいいし、やって。そんな感じで、じゃあ終わります。またね、バイバーイ。あ、そうだ、これ言っとこ。もしこの動画が良いと思った人は高評価ボタンをぜひお願いします。でまたこの前も言ったように、まぜこざなんですけど、こういうすごい簡単なお料理動画とか、あとは草木染めとかわけのわからんものもしますけど、再生リストで分けてますんで、そこで気に入ったのを見てください。そしてできればチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。見て見て、私が考えた綺麗にする方法。あ、お湯ないかな。あ、やば、お湯はかさんっていうかこれじゃ足りない。これをね、この中でガーするわけ。飛ぶからね。そしたらね、2、3回やってみ、全部綺麗になるんよ。発見したね。みんな知ってた？ごめんね、知ってた。